何も悪くないのに警告灯が光ります。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は5月の30日に日産さんのセレナからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーも対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは通信制御装置の制御プログラム。現代の車はいくつものコンピューター同士をインターネットのようにつなぎ合わせ、複雑な制御で車を動かしています。エンジンならエンジンのコンピューター、ミッションならミッションのコンピューターといった具合に役割を持たせてあげることで、なるべく制御を簡単にしているんですね。このコンピューター同士をつなぐとき、専用のコンピューターでそれぞれのデータ通信を制御しています。ところがこの通信制御をしているプログラムがまずく、コンピューター同士の通信がうまくいかないときがあるとのこと。そうすると走っている途中に警告灯が点灯、ブレーキアシストなんかの運転支援システムが全部止まってしまうので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなプログラムのアップデートですね。対象車種は日産さんのセレナ。2022年11月22日から2024年1月8日までに製造された9万313台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。車が動かない類ではないですが、いきなり警告灯がつくと焦って運転に支障が出るかもしれません。安全のため必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は日産さんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。